はい、どうも皆さんこんにちは、文元響きって言います。シャニマスが3周年、そうだね、3周年が来て、で待ち望んでたコミュ解放もね、コミュ無料期間も来たんで、一通り読んでいきたいなとは思ってるんですけど、とりあえずね、ストレイライト系、ストレイライトのがメインのシナリオが良いと聞いたので、ストレイライト好きだし、ストレイライトを読んでいきたいかなって思ってます。でまあね、ストレイライトランからなので、とりあえずこれから行きましょう。仕事なのにこんなこと言っちゃダメかもですけど、ちゃんと上手にできてるか少し心配で、皆さんの期待に応えられていたなら本当に本当に良かったです。こちらこそです。またよろしくお願いします。当たり前とか思ってそうなんだよな。そんなの当たり前でしょ。冬のこと誰だと思ってんのよ。冬はプロだからな。冬はね、世界で一番可愛いアイドルになるの。なるってもう決まってんの。かっこいい。それなのに現場で全然満足に動けてなかったら笑っちゃうでしょ。それも当たり前。アイドルってのは計算して作り上げるものなんだから、どんな時だって誰に見られたって愛される冬でいられるように気を使ってなきゃ嘘なの。わかる？気を使ってなきゃ嘘なの、かっこよ。冬のことそんなこともできないレベルだと思ってた？だったら分かりきったこといちいち言ってこないで、時間の無駄でしょ。あんたはその分もっともっと冬を売り込むために頑張って営業でもしてきたらいいのよ。よし、何？グループ組む話？ああ。どちら、どっちから来る？ぴったり。すごいんだったらあれか、ね、朝日か、はじめまして、芹沢朝日っす。今は中学2年生っす。プロデューサーさんから聞いてるっすよ。真由美冬子ちゃんって言うんすよね。これからよろしくっす。どうかしたっすか？いえってな。ううん、なんでもないの。朝日ちゃんね、挨拶ありがとう。こちらこそよろしくお願いします。仲良くしてもらえたら嬉しいな。もちろんすよ、冬子ちゃん。ごめんね。よかったら冬のことは冬子じゃなくって冬って呼んでくれないかな。こういうやりとりあるんだ。冬ちゃんすか？そう、冬、呼び方は冬の方がいいなって思ってて。そうすか？私はそうは思わないっす。強い。え、冬ちゃんよりも冬子ちゃんの方がいいっすよ。私は冬子ちゃんって呼びたいっす。あの、でもそんなことより、冬子ちゃんはどんなアイドルなんすか？ダンスが上手いすか？それとも歌？いや、冬は朝日ワールドだ。可愛いアイドルになれたらいいなって思って。可愛いアイドルすか。冬子ちゃん面白いもの目指してるんすね。私そんなこと考えたことなかったっす。強い。あ、忘れるところだったっす。私この後レッスンがあるんすよ。また話聞かせてくださいっす、冬子ちゃん。それじゃあ
この後ブチ切れるぞ。違う、圧倒されてるわ。バタバタっていうか、どういうことよ。怒ったわ、ほら。ぴったりの子見つけたって言ってたわよね。あんた、冬にあんな自分勝手なのとユニット組めっていうの。おかげさまで刺激されまくってるわよ。イライラを司る神経がね、バカ。ほんとどんな災難なの。あんなことユニット組むなら一人でやった方が絶対にマシ。えこっからあれなんだあれよな、あれよ、ウィングとかのよ、ウィングとかそういうコミュで出てくるようなあの二人の関係になる未来が見えんのよな。やっぱメイちゃんなのかな。来月から新発売の化粧品数、ちょっと試していかないすか。営業かな。夏のお出かけにもぴったりな爽やかなお色のリップです。この服で来るんか。今ならすぐお試しいただけますよ。スキンケア用品の試供品もお配りしています。っていうか、これアイドルの仕事なわけ。ふゆこちゃん、ふゆこちゃん、試供品配り終わったっすか。バイトやん。まだまだ。あさひちゃんはなくなっちゃったんで補充してもらいに行くっす。早いんだね。さっき小さい子がたくさん来て全部あげちゃったんすよね。お母さんとか保育園の先生にプレゼントするって言ってたっす。まあ、だからサービスしたっすよ。いいんかな。あー違うわ、サービスしてたわ。そうだったんだ。それはきっと喜んでくれてると思うけど、でもちょっと気をつけた方がいいかも。何ですか。欲しがってる人にあげるのが一番っすよね。それはそうなんだけど、でも同じ人にたくさんあげちゃったらその分渡せる人が少なくなっちゃうでしょ。道徳の授業みたい。商品とスポンサーの会社さんを効果的に広めるためにお仕事をしてるわけだから、そういうことも考えなくちゃいけないと思うの。なるほど、そういうもんすか。わかったす、気をつけるす。プロデューサー、うん、ありがとう。プロデューサー来てくれ、責任者が来た。お疲れ様です。ふゆこちゃん、この人誰ですか。あさひちゃん、現場の責任者の方だよ。ほら、ちゃんとご挨拶を。責任者さんってことはこの化粧品については知ってるってことっすよね。じゃあ宣伝する必要はないっすね。私向こうで声かけてくるっす。アクティビティ、すごい、朝日ちゃん、すごいやつだ。すみません、きちんとご挨拶もしないで。本当にすみません、後でよく言っておきますから。いや、そういう意味じゃないか、あの子に負けずにって。突っかかるか、突っかからないか。なんで冬が、あ、突っかかるわ。なんで冬が、あ、突っかかってないか。こんな思いしなきゃなんないのよ。ティッシュ配りの人の気持ちがわかったっす。このお仕事ってあと何回かやるんすよね。次も楽しみっす。ごめんね、あさひちゃん、ちょっといいかな。どうしたすか、プロデューサー。あのね、今日のあさひちゃんを見てて思ったんだけど、もう少しだけ周りを見てくれたら嬉しいなって、どういうことす。今日責任者の方に挨拶しなかったでしょ。そういうのってあんまり良くないことだと思うの。あさひちゃんはアイドルなんだもん。
朝日ちゃんを見てお仕事をくれる人たちのこと、もう少し意識しなくちゃ。うん、でも商品と会社を知ってもらうのが大事だって冬子ちゃん言ってたっす。私それはすごく分かったっすよ。でも責任者の人とおしゃべりするのは違う気がするっす。それは時と場合っていうものがあって、うん、冬が言ったこと真剣に受け止めてくれたのはありがとう。でももし朝日ちゃんが責任者の人からよく思われなかったら、その次のお仕事が来なくなっちゃうかもしれないでしょ。お仕事をちゃんとこなしていれば認めてもらえるんじゃないんすか。違うよ朝日ちゃん、みんなから愛されなかったら、応援してくれる人がいなくなっちゃったら、アイドルはダメになっちゃうんだよ。うん、だから我慢しておしゃべりするんすか。意地悪な言い方かもしれないけど、そう、冬たちはアイドルだから、目いっぱい可愛くしてもっと話したいなって思うような子にならなきゃ。朝日ちゃんだってみんなから好かれたいでしょ。そんなことはない。それは相手の自由でいいと思うす。強いんだよな。嫌いならそれはそれでいい。好かれなきゃって思って振る舞うのは面倒す。冬子ちゃんは違うんすか。朝日ちゃん、違ってたら今度また教えてほしいっす。また明日っすよ冬子ちゃん。朝日強いけどまっすぐなんだよな。ちょっと朝日ちゃん待って。だからなんなのよあいつは。おはようっす。おはようございます。はいっす、任せといてほしいっす。差を出すか君も。はい、精一杯頑張ります。責任者さんっす。本当っすか。はいっす。やっぱ差出してくるか。よろしくお願いするっす。何やってんだか、バカみたい。プロデューサー、ダメ。なるほど。メイちゃんが来てちょっとずつ変わってくんかな。多分第2話で来るんだろうな。徐々に差を出していきつつ、メイちゃんがいないと完成しないんだろうな。長くね、ローリング。そうなんすね。楽しかったし、またやってもいいっす。冬もそう思います。本格指導って3人目がみたいな。あ、もう一人追加すか。もう一人プロデューサーさん、新しい子ってどんな子なんすか。おー、楽しみっす楽しみっす。合流っていつになるんすか。
歓迎パーティーとかやるっすか？それともいきなり一緒のレッスンっすか？教えてほしいっす、プロデューサーさん。アサヒちゃん、プロデューサーさんが困ってるから。もう、分かったっす。センター。センターって、なんすか？そういう話になるんか。ユニットにとって、とっても大事な役割を持つんだよ。そのユニットの顔として扱われるし、ステージではメンバーを引っ張ってく必要もあるし、そういう風にユニットの軸になる人のことを言うの。3人になったらそれを決めるんすね。誰が選ばれるかはわからないけど、選んでもらえるようにレッスンもお仕事も一緒に頑張ろうね、アサヒちゃん。了解っす。じゃあ私、レッスンの時間まで外に行ってくるっす。冬子ちゃん、また後ですよ。ちょっと、アサヒちゃん、車とかには気をつけてね。幼稚園に言う言葉じゃないな。はぁ、やっと行った。なーに、あいつの相手で疲れてるから手短にしてよね。はぁ、あんたバカなの？なんで冬があんなやつに素を見せなきゃなんないのよ。やめてってば。冬、あの子と仲良しこよしするつもりなんかないんだから。っていうかね、プロデューサー、勘違いしてたら困るから言うけど、いつもの冬が冬なんだから。作ったキャラとか言ってくれちゃってたけど、プロデューサーがそう思ってる方が正しい冬なの。あんたには成り行きでバレちゃったけど、それは冬の失態。失態よ。こんな冬なんて見せたくなかったし、見せるつもりもなかった。もうこういう野暮な話振ってこないで。センターになるのは冬なんだから、誰にも渡す気なんかないっつの。おお、うち、見た目おかしくないよね。髪は大丈夫ない？この辺やっぱ負けが足んないかな。いや、ちゃんと家出る前に完璧にしたし、いけるっしょ。頼もう。うわー、お人形さんみたいじゃん。超かわいい。うち、泉メイ、よろしくね、お人形さん。強い、うん、ありがとう、メイちゃん。メイちゃんも健康的で素敵だと思うな。あと、冬は真由澄冬子って言って。冬子ちゃんか。でも、よろしく。そうだ、メイも冬子ちゃんって呼ぶわ。てか、そっちの子も超綺麗じゃん。すごい勢いっすね。ありがとうっす。前もだぞ。あ、マジか、レベルが違いすぎるじゃん。マジ感動だわ。あ、うちはメイって言って。聞いてたっすよ、メイちゃん。私はアサヒっす、セリザはアサヒ。メイちゃん、髪がいろんな色なんすね。いろんな色。すごいっす、綺麗っす。マジ？本当？今日のために染め直したんだよね。褒めてもらえんの超嬉しい。じゃあもっと褒めるっす、メイちゃんは。二人とも。ついは。
プロデューサーさんが話したそうにしてるかも。ごめんなさいっす。うちもごめん。プロデューサーテンション上げすぎちった。お願いするっす。よろしくお願いします。うちこそマジでよろしくって感じ。活動について、ここか。なんか割と仲の良さ的な意味ではメイちゃんと、ストレイライト。ストレイライト。かっこいいっす。いてなかった。ああ、なるほどね。中としてはメイちゃんとアサヒが割と先行して仲良くなってる。ああ、アガルちゃんプロデューサー。うち絶対ストレイライトとして頑張ってみせんね。って言ったのに。出た、便利なやつだ。お客さん全然いないんですけど。なるほど。なるほどね。割とメイちゃんとアサヒは最初からあんな感じか。だからあとはどのタイミングで冬子が素を出していけるかって話になってくんだろうな。キングインビジブル、キングイットなんだ。謝るのは後っしょプロデューサー。そんなことより時間までにお客さん集めなきゃ。うち外で声かけてくる。せっかくの2人のステージだもん、いろんな人に見てもらいたいじゃん。あ、ありがとうメイちゃん。外で声かけるのは賛成、冬も行く。でも2人のステージじゃないよ。あー、なるほどね。って出るんだから。プロデューサーさん、冬も出てきます。客引きのこと、ショップ側に話を通しておいてください。この後特設ステージでミニライブやります。時間ある人寄っていきませんか？翼プロダクションだ、ストレイライトと言います。冬たちのステージ見ていってください。デビューしたばかりの新米アイドルなんです。ストレイライトの冬です。この後ミニライブもやるんですけど。でそれどうなっとるんや。会場でお兄さんにまた会えたら冬とっても嬉しいです。タク引きみたい。プロだ。そんなことないの。メイちゃんが頑張ってくれようとしたから、冬もしっかりしなきゃって思っただけで。だからすごいのはメイちゃんの方だよ。さっき真っ先に呼びかけに出ようとしてくれた時すっごくかっこよかったもん。そんなん全然そういうんじゃないって。ほんと二人のステージをちゃんと見てほしいって思っただけだしさ。うちこの見た目だし、一人で声かけててもきっと誰も話聞いてくれなかったんじゃん。冬子ちゃんにはマジ感謝って感じ。もうメイちゃんってば。朝日は？じゃあまだまだ声かけ頑張ろうね。で、あれ？なんだろうあの人だかり。朝日。行ってみない？あそこの人たちみんな引っ張れたらだいぶ埋まるし。そうだね。おお、あれ
朝日だ。強いな。いやー、朝日ちゃんマジか。なんで踊ってるのあの子。勝手なことして。あ、メイちゃん、冬プロデューサーさんに連絡を。プロデューサー？どうもこうもない。またあいつが好き放題やってんのよ。なんであんたがちゃんと手綱引いてないの？プロデューサーでしょ？あんなことしてたらイベント中止になるかもしれないのに。あ、みんながいるっす。全部全部引っ張るか。あそこにいる黒髪の可愛いお姉さんが冬子ちゃんで、綺麗な髪のお姉さんがメイちゃんっす。冬子ちゃん、メイちゃん、見えてるっすか？おお、見えてる見えてる。冬子ちゃんとメイちゃんと一緒に後でステージやるっすよ。今よりもっとすごいダンスも歌もいっぱい用意してるっす。全部引っ張るか。結果オーライだから大丈夫かな。怒られたか。なんで怒ってるっすか？やっぱりそうっすよね。よかったっす。そんなの全然いいっすよ。私楽しかったし。うん。わかったっす。次はプロデューサーさんに行ってからやればいいんすよね。プロデューサーさんがいるところだったら安心っす。心置きなくやれるっすよ。一見落着って感じ？結果オーライ。そうだね。さっきはどうしようかと思ったけど。でもまあ、朝日ちゃんのおかげで客入りも上々って話だったじゃん。結果オーライならオッケーっしょ。お客さんも来てくれたし、本番も頑張ろうね、冬子ちゃん。うん、大丈夫なのかな。日付間違えた担当者殺されそう。始めるっすよ。歓迎してくれてありがとうっす。かっこいい。でもねえみんな、これじゃまだまだだなって思いません？私は今日来てくれたみんなのこと後悔させないっすよ。かっこいい。みんながついてこられたらなんすけど。何よこれ。カリスマだな。応援ありがとう。届いてる。分かってんね。みんなのために歌うから見ていて。なんだって言うのよ。どいつもこいつも。ミスるかな、冬子。ステージで一番ダメだったのは私とか言いそう。ん？あれ、プロデューサーじゃん。どうしたの？あ聞いちゃう？それ聞いちゃう？
マジすごかったに決まってるって。今までとは緊張も段違いだったけどさ、でもみんなとやるステージってすげえ楽しいんだね。アサヒちゃんも冬子ちゃんも超かっこいいし、あんなもううちがファンになるっつのてかなったね。マジで半端ない。おっと、それマジ？自分じゃよくわかんないし。もちっしょ。アサヒちゃんはたまにびっくりする突っ走り方するけど、そういうのうちは思いつかないから尊敬だし、冬子ちゃんは多分心配性なんだろうね。よく頭抱えてっけど、面倒見の鬼だからアサヒちゃんのことよく見てるし、マジ強いストッパー。二人とも超すごいよ。ちょ、何プロデューサー、顔にやけてる系だけど。はあ、もうその質問何？仲良くするってできるできないの問題じゃないから。そういうのは自然になってるもんなのね。どこまで読んだっけ？シングイットかには。あ、次インビジブル。あと4話もあんの？やばすぎ。もうなんか、あとは冬子が、ん？冬が冬子になって終わりみたいな感じだけど。でもあれか、センター決めがあるのか。あー、なるほどね。ここかな？おお、そうだったんすね。私は冬子ちゃんがセンターやった方がいいと思うっす。え？だってやりたい人がやった方がいいっすもん。めいちゃんもそう思うっすよね。うちに振られても困るって。何がいいとか全然わかんないし。そういうのはわかる人で決めてほしいっていうか。てかやっぱ冬子ちゃんセンターやりたい系なの？そうだと思ったんすけど違ったっすか？センターはみんなの憧れだもん。冬ももちろんやりたいなって思うよ。でもだからこそ任せてもらうことが大事なんだと思うの。ユニットを象徴する重要なポジションなんだから。ユニットを象徴。そうだよ。だから朝日ちゃん、譲るみたいなこと簡単に言っちゃダメ。朝日ちゃんには選ばれるだけの実力と選ばれた責任があるんだから。だからそんなの、これからはストレイライトのセンターとしてメイちゃんと冬を引っ張ってってくれなくちゃ。そしたら冬、正々堂々朝日ちゃんとセンター交代ができるように頑張っちゃうから。あー、家で泣いててくれ。頼む。冬子ちゃんは朝日ちゃんがセンターでオッケーってこと？もちろん。じゃあ朝日ちゃんが無理って感じじゃなければ朝日ちゃんがセンターでいいわけ？朝日ちゃん的にはどうなん？よくわかんないんすけど。わかったっす、センターやるっすよ。おはようございます。ちょっと取りに来なきゃいけないものがあっただけよ。すぐレッスンに行くわ。じゃね。ねえ、
朝日をセンターにしたいってこと。冬にだけ先に教えてくれたでしょ。あ、そうなのか。あれ、ありがとう。準備する時間ができて助かった。おかげさまで、ちゃんといい子のお返事ができたわ。ま、冬の猫は簡単には見破られたりしないんだけど、今回のことは、あんたにしては気が利いてたんじゃない？褒めてあげる。頼む、家で泣いててくれ。何？慰めようとかしてるんだったらやめてよね。それすっごく見当違い。言っとくけど、諦めたわけじゃないんだから。朝日がセンターあってのに納得なんかしてないし、絶対いつか冬がセンター奪ってやるとも思ってる。でもいつまでもぐちぐち言ってるのもかっこ悪いでしょ。じゃ、今度こそ行ってくる。ああ、今日のレッスンも激ヤバだった。芯の実がすごい。メイちゃん、サビ前の振りずっとやってたしよね。あそこなんかあるんすか？それ聞いちゃうけ？全然覚えらんないからに決まってんじゃん。なんで？強い。ウケるんですけど。朝日ちゃん的にすぐできることでもできないって人はたくさんいるってことじゃん。特にうちは絶対そう。朝日ちゃんより全然できないし、あんな鬼みたいなステップ連続されちゃマジ困るっつーの。トントンパッパでぐるぐるバシッしよう。いやー、無理無理無理。トントンパッパがもうわかんない。そっか、メイちゃんはあそこができなかったんすね。わかんないけどわかるっす。できないとこはできるようになるまでやるっすもん。冬子ちゃんも何か引っかかってるんすかね。え？まだ残るって言ってたっす。うん、よく見てると思った。朝日ちゃんにはそう見える感じ。冬子ちゃん何か積んでるかもって。なんていうか、冬子ちゃんはアイドルに一生懸命すから、うん、いろいろ完璧にしたいのかなって思うし、うん、そういうのは私にもわかるんすよ。まあ確かに。でもたまに楽しくなさそうに見えるっす。アイドルらしくしなきゃってパフォーマンス以外のことにもいっぱい気をつけたりとか、そういうのが邪魔なんじゃないかなって思うんすけど、冬子ちゃんはそれも必要って言うし、なんで楽しくないようにするんだろうって。それがアイドルだって言うんなら頑張れ、やってらんないなって思うんすよね。あさしちゃん頑張れ。それ多分冬子ちゃんに言ったらアウトなやつ。よい。そうなんすか？っていうかバトルの覚悟で言わなきゃいけないやつ。うち的にはそんな気がするよ。ふーん、やっぱよくわかんないっすね。ふん。ん？プロデューサーからメッセじゃん。へー、どうしたんすか？次のステージ海でやるって決まったってさ。海、海か。リフェールする。はー、あと3話しかないの？無理じゃん。さっきあと4話もあんのとか言ってた。それでは海辺のアイドルバトルについて作戦会議始めよっか。おお。まずはルールの確認からね。念のためだけど、やりすぎってことはないと思うし。助かるわ。うち物覚え悪いからさ。ルール覚えとかないとどんなゲームも動けないっすからね。それじゃあいくね。今回のバトルはユニット対抗です。ただしバトル自体は個人単位で行います。おお、早速分からんやつ。ユニットの中でそれぞれボーカル担当、
ダンス担当、ビジュアル担当を決めるの。うちは3人ユニットだからちょうどいいっすね。そういうことだね。それで担当ごとに1人ずつパフォーマンスを見せて、お客さんたちに投票してもらうんだって。各担当の点数の合計がユニットの得点になるの。もちろん合計得点が高かったユニットが優勝だよ。つまりは、アサヒちゃんと冬子ちゃんがすごくてもうちが足引っ張ったら台無しになるってこと？3人で強い方が強い。ルール上はそうっすね。うわー、きつー、鬼かっつも。そんな心配しなくても大丈夫っすよ。アサヒちゃんの言う通りだよ。みんなで頑張ろう、メイちゃん。でもうちステージじゃ上がっちゃうし。そしたらメイちゃんはビジュアル担当になるのはどうかな。歌ったり踊ったりするより少し気が楽になったりしない？確かに。それだったら頑張れば足引っ張らずに済むかも。うちビジュアル担当でもいいかな。いいっすよ、私がやりたいのはダンスだし。アサヒちゃんダンスがいいんだ。そうっす、ステップがうまく決まると気持ちいいっす。わかった。じゃあアサヒちゃんがダンス担当で、メイちゃんがビジュアル担当、ボーカルは冬が頑張ります。この後の練習はどうするっすか？担当も決まったし個人？はいはいはい、ちょい待って、うちもうちょっとアドバイスとか聞いときたい。二人がすごいのは分かってんだもん。本番で迷惑かけたら困るからまだ付き合ってほしい。今迷惑かけさせて。今迷惑かけさせていいな。そんな固く考えなくても平気っすよ。音楽に合わせて出てって決めて帰ってくればオッケーっす。強いな。そうだね、この間のステージのメイちゃんが出せれば全然問題ないと思うな。あとはテレビ局がスポンサーの企画だから、テレビ受けを意識してみるとか。テレビ受け？イベント自体の結果ももちろん大事だけど、関係者さんたちにもいい印象を残せたらもっといいでしょ。それはそうだよね。だからこう可愛くニコって笑うようにしてみるとか。いやごめん冬子ちゃん、うちそういうのはあんまり得意じゃなくて。大丈夫だよ、メイちゃんとっても可愛いんだから。お姫様になった気持ちでふわふわしてキュートな感じをイメージするの。カメラさんとか目が合ったお客さんに大好きって気持ちでウィンクして、ハートをいっぱい飛ばすつもりでやるんだよ。冬子ちゃん、メイちゃんにそういうのは違わないっすか？わかる。無理して作ったら嘘になっちゃうっす。それじゃあメイちゃんじゃないっすよ。強い言葉使うね。ごめんねメイちゃん、無理してほしいとかそういうつもりじゃなくて。冬、メイちゃんのファンが増えたら嬉しいなってそう思っただけなの。無理して作ったら嘘になるっす。いや、うちは全然気にしてないし。いつものメイちゃんから何か変えなくてもすごいパフォーマンスができればファンは増えるすよ。だからメイちゃんは大丈夫す。もちろんそういう風にうまくいくのが一番だけど、アイドルだもん、ファンさも大事にする必要があると思うの。愛される努力は忘れちゃダメっていうか。そのままの自分を好きになってもらうんじゃダメなんすか？別に嘘をつかないと好きになってもらえないってわけじゃないっすよね。強いな。だから好きになってもらえるように無理するんじゃなくて、無理しなくても好きになってもらえるのが一番なんじゃないっすか？もっともだわ、怒っとるわ。アサヒちゃんすごいな、ちょっと羨ましくなっちゃう。アサヒちゃんの考え方はまっすぐだと思うよ。でもね、アサヒちゃんにはわからないかもしれないけど、
誰でも朝日ちゃんみたいに振る舞えるわけじゃないの。みんなが朝日ちゃんみたいに強いわけじゃないんだよ。そんなわけないっす。だから朝日ちゃんにはそんなわけないっすよ。だってたくさん我慢できる人は強い人っす。違うっすか？冬は違うと思う。うん、そうっすか。じゃあ間違えたっす。いや、二人ともやっぱすごいわ。え？うち本当にまだアイドルのこと全然分かってなくてさ、二人みたいにこうあるべきみたいなやつ思いつきもしないんだよね。別にそういうんじゃないんすけど。いやいやいや、そんなことはないから。うちにはできないやつだから。こういうの堂々と自分で言っちゃうのもダサいなって思うんだけど。でもマジで二人すげえかっこいいなって思った。プロって感じだった。ドラマとかでもさ、アイドルは人気商売って言うじゃん。言う。だから冬子ちゃんのサービス精神旺盛にってのもわかる気がするし。でもうちがそんなことしたら自爆すんじゃね感もすごいから、朝日ちゃんの言うことももっともだし、二人ともうちのことよく見てくれてるっつうか、アイドルとして分析みたいなのができてるっつうか、どっちもガチだなって思っちゃったよね。うん、そうっすか。だったらよかったけど。だからうち二人の話聞いてできそうなところをマジで頑張るね。いい子だな。欲張りすぎたら絶対こけると思うからさ、そうならないように足引っ張らないように、今のうちの全力で半端しないでやりきってみせるから。ありがとう二人とも。全力で、でも足引っ張らないよ。うん、一緒に頑張ろうね。冬はいつ冬子になるのか。あと2話で終わんの？無理じゃん。あ、でも、海のアイドルバトル終わって、ある程度まとまって終わんのかな。へぇー。あー、海来てー。ちょ、アサシちゃん、冬子ちゃん、メイちゃん、どうしたの？どうもこうもないって。うち、やばいこと聞いちゃったんだよね。超気な臭いっていうか。気な臭いってなんすかそれ。気になるっす。どのあたりが匂うんすか？いや、それがさ、投票するファンとか、スポンサーとかとつながってて、票をいじってもらえるアイドルがいるとか、そういう話をしてる子たちがいたんだよね。それはやばくね？やばいっしょ。マジでドラマとかで見る感じじゃん。業界人って本番前からバチバチなんだね。超怖って思ってさ。確かに本当だったら怖いね。でしょ？そうっすか。もし本当でも別にやることは変わらないっす。え？すごい、かっこいい。だってすごいパフォーマンスを見ればみんなそっちに投票したくなるはずっすもん。何にも怖いことなんかないっすよ。それはそうだけど、メイちゃんが心配してるのは。メイちゃんは心配してないよ。確かに朝日ちゃんテンション上がってるだけだよ多分。実力で黙らせるってやつしょ。朝日ちゃんかっこよすぎじゃない？マジ男前。これうち余計に足引っ張れなくなった系じゃね。やっべー、ハードル上がっちゃったんですけど。メイちゃんは大丈夫っすよ。水着だってすっごく似合ってるっす。マジ？朝日ちゃんにそう言ってもらえると自信つくわ。
朝日その格好で踊るんか、ゴーグル当たって痛くないか。冬もめいちゃんだったら大丈夫、2票だよ。よっしゃ、うちもう2票分リードじゃない。あとりあえず教わった通りできるように頑張ってくんね。2票分リードじゃない、超いいな。何2票分リードじゃない。62点。え、62点、何ですか。メイちゃんいつも通りだったっすよ。冬にもわからないよ、こんなに低いなんて。二人ともごめん、うちやばい点数取っちゃって。何点満点なんだろう。100点なのかな。謝らないで、メイちゃんは悪くないんだから。いつもみたいにクールに決まってたよ。え、あと2話で終わるんですかこれ。冬子ちゃん、メイちゃん、ステージ見てほしいっす。次の子の点数が出るっすよ。80点ぐらい出るか。あ、もっと出たわ、すげえ。ずっと見てたっすけど、別にそんなにメイちゃんが62点ならあの子も60点台じゃないとおかしいと思ったっす。30点も差がつくようなところなかったんすけど。朝日ちゃん、正しく点数がつかないのは変っすよ。なんでなんすかね、うん、あ、違うことしてるから分かんなかったのかも。朝日ちゃん、うん、そっか、そうだ。あ、やばい、天才が。二人とも分かったっす。これきっとコツがいるんすよ。コツ？私の番を見ててほしいっす。絶対大丈夫な方法見つけ出すから。うん、同じユニットなんだもん、ちゃんと見てるけど。もち、応援なら任せて。朝日ちゃん、うち今度はちゃんとやってみせっから。とにかく頑張れ。朝日ちゃん大丈夫かな。心配？うん、でも朝日ちゃんが行けるって言ったんだし、行けそうじゃない。コツも見つけたっぽいし。そうなんだけど、それが。うん、うん、ちゃん、スタートのポーズ違くね。え、冬子ちゃんも見てみ、あれさっき踊ってた子の。ほら、だからなるほど。うわ、朝日ちゃんマジだ。さっきのこのダンス完コピじゃん。つうか朝日ちゃんの方がすげえし。でもあんなやり方じゃ。お仕事をちゃんとこなしていれば認めてもらえるんじゃないんすか。違うよ朝日ちゃん、みんなから愛されなかったら、応援してくれる人がいなくなっちゃったら、アイドルはダメになっちゃうんだよ。確かに。うん、そのままの自分を好きになってもらうんじゃダメなんすか。だったら好きになってもらえるように無理するんじゃなくて、無理しなくても好きになってもらえるのが一番なんじゃないんすか。今はやりきるのが大事っしょ。朝日ちゃん、もう踊っちゃってるし。朝日ちゃん、頑張れ。頑張れ。
ルールにはダメって書いてなかったっすよ。確かに。どうやって点数つけてるか分かんなかったからっす。同じ内容だったら見れば分かるはずっすもん。さっきの子よりうまく踊ればちゃんと高い点数が取れると思って。だから言ったじゃない、周りのこと考えてなさすぎなのよ。あんなことしたら反感買うに決まってるでしょ。冬子ちゃん、自分の思う通りに好き勝手に動いて喋って、そんなバカ正直が通用する世の中じゃないんだってば。バカバカしい世界なんだから。ほんといっつもそう、やめなさいって言ってるのに。なんで冬子ちゃんが泣くすか。いやでもさ、ズルするのはやっぱ意味わかんねえって感じだし、朝日ちゃんはドーンと勝負しに行っててかっこよかったっていうか、うちはほら敵討ちしてもらったみたいで嬉しかったっていうか、だから。うっさい、そんなの説明されなくても分かってんのよ。え、ごめん朝日。お、勝手した分の罰よ。冬のパフォーマンスの間そこでおとなしくしてなさい。アイドルか。そんで1秒たりとも見逃すんじゃないわよ。アイドルが戦うってのがどういうことか見せてやる。これ立ち直れるのが冬、ね、冬子の強いところ。大丈夫、冬ならやれる、冬ならできる。皆さん、はじめまして、まゆずみ冬子。いえ、どうぞ冬って呼んでください。とってもお日様がご機嫌ですが、バテちゃってないですか。体調大丈夫ですか。大丈夫だったらどうか冬の歌を楽しんでもらえたら嬉しいです。今日皆さんにお会いできた幸せを込めて精一杯歌います。聞いてください。あと1話で終わるんすか。口叩いといてこれよ、ざまないたら。でも一番点数が高かったのは冬子ちゃんす。72点。そうそう、歌も最初の MC もめっちゃヤバかったし。だとしても負けてんの。それが今の冬たちの実力ってことでしょ。ムカつくけど、ズルした奴らを黙らせられるほどのステージじゃなかったってこと、それは受け止めとかないとね。ムカつくけど。サバサバしてるわ冬子ちゃん、すごくね。どうだか冬、あいつらいつかぶちのめすって思ってるけど。ひぃ、それは激ヤバ。実はバチバチってわけだ、業界人。業界人はあんたもでしょ。冬子ちゃんの言う通りだったっす。はあ？何のこと言ってんの？アイドルらしくしなきゃってパフォーマンス以外のことにもいっぱい気をつけたりとか、そういうのが邪魔なんじゃないかなって思うんすけど、冬子ちゃんはそれも必要って言うし、なんで楽しくないようにするんだろうって。すごいパフォーマンスをするだけじゃダメだった、それだけじゃ認めてもらえないって今日分かったっす。すごくても見てもらえなきゃ意味がない、見てもらうためには努力がいる。私はそんなの必要ないって思ってたっすけど、そうじゃなかった。
それがアイドルだって言うんならやってらんないなって思うんすよね。だから冬子ちゃんが正しかったっす。それは自分が納得できないからって違うってばっかり言っちゃったっす。ごめんなさい冬子ちゃん。違う、それはふゆこちゃん？朝日？うん。センターはあんたなんだからね。え、ふゆこちゃん話聞いてたっすか？私、ふゆこちゃんが。うっさい！これ以上聞く気ないわよ、あんたの話なんか。あんたがセンターっつったらセンターなの。ふゆがそう言ってんだから決まってることなの。わかる？わかんなくてもわかりなさいよね。あんたがセンターやるの、やって。冬子ちゃんがそう思ってるんすか？当たり前でしょ。冬が気に入らないことそのままにしとくタイプに見える？見えないっすね。即答するとこほんと腹立つ。でもじゃあ冬がそう思ってるってことになるんじゃない？ちょい待ち、ちょい待ち、うちさっきからはぶられてない？冬子ちゃんだけじゃなくてうちも思ってっからね。まあメイの意見は聞いてないんだけど。きっと二人の相違みたいよ。うん。はいっす、了解っす。言っとくけど冬、朝日のことあんま好きじゃないから。ありゃ、そうなんすね。でも私は今の冬子ちゃん好きっすよ。うん、変なやつ。ああ、それよく言われるっす。なんでなんすかね。その理由がわからない時点でおかしさが証明されてるわよね。つっても変わってる度合いで言ったら冬子ちゃんも一緒なんじゃん。そんなの初めて言われたんだけど。いや、結構変わってるって冬子ちゃん。うち的には超好きって感じだけど。そうだメイ。ん？名前で呼ぶのやめてくれない？冬のことは冬子じゃなくて冬って呼んでほしいんだけど。あれ、そうだったの？そう、冬子より冬の方が可愛いでしょ。何よ。冬子可愛くない？うちは冬子ちゃんって呼びたいんだけど。は、突っ張れんの強。冬子ちゃん、冬子ちゃんす。もうあんたたちは。ちょっと、あんたも何笑ってんのよ。やめてよね、そういうまとめ方。冬、こんなガッタガタなユニットで満足なんかしてないんだから。ありゃ、冬子ちゃんが満足してないってことは満足するまで私たちも巻き込まれるやつっすね、これ。待ちなさい、巻き込まれるとかあんたにだけは言われたくないんだけど。厄介事ばっか持ってくるのはどこのドイツだと思ってるわけ？うわぁ、暴れるのは良くないっすよ冬子ちゃん。ここ車っす。朝日のくせにまともなこと言わないで。つか、いつ突っ込もうか悩んでたんだけど、冬子ちゃんのそのキャラってどこから来たけ？さあね、知らない。っていうか覚えときなさいメイ、そういうの野暮って言うんだから。終わりか。へえ、なんか、なんだかんだまとまんのすげえな。
ストレイライトラン。いやでもなんか良かったわ。あれだね、多分そうだよな。アイドルこのユニットか、ユニットが結成した話を読むのが多分僕はこれが初めてだから、他にもあんのかな。これが初めてなのでなんだかんだ新鮮だったんだよな。あとなんかそのウィングをやってるからこそこっからどうなるみたいなのがよの考えがいろいろできて面白かったよね。センターはあんたなんだからいいな。ということでね、ストレイライトラン読んでたんですけど、まあそうね、無料期間が来てるうちに読めるやつ読んどいた方がいいので、この後はなんだっけ、ワールドエンドブレイクダウンだっけかな。あとこれだ、ワールドエンドブレイクダウンかは、が次なので、とりあえずワールドエンドブレイクダウンと、あとザ・ストレイライトが多分今最新だから、それ読んでそれを読みたいと思ってます。まあ、無料期間中にね、あの天神とか、あとなんだ、ストーリーかとか、いいって言われてるやつを一通り見て、だから全部一通り見たい感じはあるんだけどね。とりあえずいいって言われてるやつ読んで、後からこの他のやつも見ていきたいなと思うんで、まあそうね、気になったらまた見に来てくれると嬉しいなって思います。まあ長い動画だからね。ということで、まあストレイライトランはここまで。以上、ふみもと響きでした。バイバイ。